8月2日水曜日の全国のお天気をお伝えします。沖縄は台風6号が最も接近し、雨風の強まりに警戒が必要です。横殴りの暴風雨となり、1日を通して大荒れの天気です。波が高くうねりを伴うため、海には近づかないようにしてください。また西日本の太平洋側も雲が広がりやすく、雨の可能性があります。また北海道は雲が広がりやすい天気です。その他のエリアでは強い日差しが届きます。引き続き厳しい暑さとなるため、熱中症対策は万全に行ってください。以上、全国のお天気をお伝えしました。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。